新入生へのオリエンテーションがようやく終わり、課外活動が始まった。今日は初回のダンスレッスン。私が君たちのトレーナーだ。よろしく頼む。はい。私たち3人が一緒にレッスンを受けているのは、同じプロデューサーが担当だからだ。プロデューサーは当然私を選ぶでしょう。これ以上期待を裏切らないで。よろしくお願いします。あんなことがあった後でもレッスンをサボるわけにはいかないから。すごく不本意。プロデューサーには私だけを担当してほしかったのに。わあ、プロデューサー来てくれたんですね。プロデューサー、私たちのレッスンしっかり見てなさい。どういうこと？あなたたちもプロデューサーを独占したかったんじゃなかったの？特にあっちの子はかなり怒っていたのに。きっと何かがあったんだ、プロデューサーと私の知らないところで。ずるい。あの二人とはお話ししたんだ。ちゃんと相談して納得させたんだ。私のところには来てくれなかったのに。どういうことなんですか、プロデューサー。私泣きそうですよ。プロデューサーと話すことなんてありません。私のこと調べてきたって言っていましたよね。なら私がユニットを組みたくない理由も知っているはずです。なのにあんな。信用できるわけないじゃないですか。振られちゃいましたね、プロデューサー。さーて、どうやってあいつを説得するか作戦会議しましょうか。あのさ、今さらだけど、あの子って仲間にする必要あるの？私と琴音先輩の二人で十分じゃない？先輩言うな。さきちゃんさ、また足手まといはいらねえとか思ってるでしょ。うん。言っとくけど、あいつめちゃくちゃ歌うまいよ。さきよりずーっと。嘘でしょ？本当自己評価高いよな。あいつ、月村手まり。中等部の時、ユニット組んでてさ、学園内では有名だったんだ。クラス違うわ、私も知ってるくらい。未来のトップアイドル候補って。すごいのね。ん？でも、今はユニット組んでないってこと？解散したんだよ。なんで？そんなにすごかったなら、よっぽどの理由がなきゃ解散なんてしないでしょ。噂で聞いただけだから適当なこと言いたくないんだけど、あいつが原因で喧嘩別れになったって。